主の心の中に古くからの願いがあります。天は私の王座、地は私の足台、私のためにあなた方が建てる家はどこにあるのか。主はご自身が行こうことのできる場を求めておられます。訪れるだけではなく、訪れてそこから去っていく、そのようなものではなく、とどまることができる行こう場所が欲しいと思っておられます。私たちこの季節にそのような、その呼びかける音がすべての部族から、すべての国々から響いています。私たちがその憩いの場を整えていきます。それは国々だけではなく、私たちの家庭に、私たちの人生に響いています。本当に近いところにあります。2020年というのは本当に停止をさせられた時なんですけれども、主の願いがそこにあると思いました。私の家族の中でも、食事の時だとか、またプロジェクトを何かしている時だとか、ハイキングに行く時だとか、礼拝の時だとか、来てくださいます。私たち母親としてそのような場を養っていく、そのような特権も与えられています。私もそのような理解は今までに持っていたわけではありませんでした。いつもどこかに行く、集会に行く、教会に行って、そのような場が設けられるんだと思っていたんですけれども、本当に私たちのその家庭のただ中で、そのような貴重な時間が与えられていきます。私たち家族としてもそのような時を求めています。主が本当に必ず来てくださいます。私たちはそのような時に生かされています。主の願いがなされるそのような時です。ですから私たちぜひ憩いの場を、主がとどまることができる場を設けていきましょう。私たちの心と私たちの家庭の中に、私たちが集まっている中に。